さあやっていこう。スパロボアルファ実況のパートなんぼかっていうか、アムの再びクリア後です。寝る前のね、ちょっと一杯、そんな駆けつけ一杯、寝る前の駆けつけ一杯、スパロボアルファ実況やっていこうかなって思います。ちょっとあのスパロボアルファの攻略サイトを見ていた。いろいろ書いてあった。いろいろなんかあのユニット能力的な、違う、パイロット能力で撃墜数50までいくと記録105で出撃できるだとか、一発当てるとプラス1、撃墜させるとプラス5みたいな感じで、その攻撃力が蓄積されていって、ある一定までいったら上がるみたいなことも書いてあったような気がします。まあそれだけ、ただそれだけのこと。どうすっかな。とりあえずアレックス育ってみようかな。なのよ全部これ。すごくない？アレックス育ってみるわ。まあ1800もありゃいいでしょう。射程こそ短いものの命中率のプラス35とクリティカル補正プラス50。海 A、 この辺がね非常に黒男のアレックス。あとはそうだな、アレックスの装甲上げとこうか。 HP ちょっと上げて、ちょろっと上げて、運動性もちょろっと上げて、で装甲をガッツン上げよう、ガッツン上げよう。あっやべ、まあいいか。あのこれあれだったのにな、これあれだったのになって言うとしたのは、あの123万円、12万3000円、12,300円分ぐらい、あれあのジャイアントロボが稼いだお金とか言って取っとこうと思ったのに。アレックスって言ったらチョバママだよな。チョバママ続けよう。テムレイの回路って何？修理費が10、修理費10になったっけな。マグネットコーティングと普通にアポジモーターつけるか。うん、アポジモーターつけたらもう怖いもんなしだな。ガンダムマーク2からアポジモーターを奪う、これはまあいいでしょう。次にもう一つマグネットコーティングつけようかな。恐ろしく早いなこれ。恐ろしく早い、恐ろしくはないか。誰乗せるかな、アレックスに。どんだけウキウキでアレックスを使おうとしてるんだ。アムロとクリスとエマとアレックスな。あ、コアブースター外しとこう。レコア、ロベルトあたりをコアブースに乗せとこう。もっとコアブースター使うかな。あー、カミーユかアムロか。まあアムロガンダムに乗らしとこっか。ここあんまり迷うとこじゃねえな。アレックスでクリスがガンダムマーク2。いや、クリスが100式でいいや。クリスが100式で、エマ注意がガンダムマーク2。まあこんなもんでしょうね。こんなもんでしょうね。よしよし、行こう。これで行こう。強化パーツも全部つけたかな。あ、ちょっと待って、テムレイの回路をあれにつけとこう。あの、いざという時のために。いざという時ってなんだ。いざという時にボソルトにテムレイの回路つけとこうかなと思ったんだけど、違うな、よく考えたら。よく考えたら違うな。修理費10じゃん。そもそもボスボロットってやつはな。コアブースターにつけよう。コアブースターにつけて、あの、いざとなった時に特攻させよう。いざという時に特攻させるために、たかだか2500しか食らわへんけど。待てよ、自爆ないから特攻すらもできんか。で、いきまーす。ちょっと待って、システム設定。これ切り替えじゃなくて固定しよう。OK。お、F91 じゃん。F91 じゃん。
結構スパルバルバーってあの隠し機体とかもあるみたいですね。あるみたいですね。白白ってば。にゃんだ。もうおにゃががいっぱいだにゃ。うるせえ。うるせえ。まさきとかいうのが寝てるそうな。南アタリア島とジャブローに行くっていう選択が前回ぐらいにあったと思うけど、前々回かもしれないけど、あそこで南アタリア島にしないとガンダム、ガンダム、試作ガンダム2号機サイサリス GP02A がね手に入んないらしいとかなんとか書いてあったような気がしたような気がした。あれノイエジールかな、どっちかな、どっちがどっちだか忘れたけど、隙を見て脱出らしいぞ。捕まえとけ。シュー白川知らん。いや、いたな、そんなやつも。レイヤーはいつかするらしい。このなんかあの警告音って何なの、何なの。サイバースターが核の庫内で起動しています。くっ、素早いやつだな。あのマサキってやつ意識を持ったんですか。あのマサキってやつ違うな。なんか間の抜けた声だよな。カブトコウジ今日ね、すごく寒い。すごく寒い。疾風だな。ブライト、格納庫に何か騒ぎがあったらしいが、何だったんだと。サイバースター。サイバースター、親父にも殴られたことないのに。ないのに。ないのにって感じだ。ないのにって感じだ。なんですって。バカな戦艦2、3隻でしかもこの短期間にあの広大なジャブローを防衛隊がふにゃふにゃしたらなんかそれっぽくなるかなと思ったけど、そんな声ってなかなか出せないね。まあいい、この動画はそんなあの気合よれた実況にするつもりはない。まったり寝る前に見れるようなそんなねゆっくりした実況でございます。エアロゲーターでもらえるか。モビルスーツ、ああ木星剣、あれか、あれでしょ、あの、あれ、白っ子がとメッサラで一騎打ちたな、あの時に、応対した、退治した敵かな。そう、あとあれさ、主人公、そう、攻略サイトでちょっとチラッと見ててさ、主人公の誕生日とかでもさ、いろんな精神コマンドの良し悪しがあるんだよな。で、その精神コマンドによっては早い段階で脱力を覚えるようなさ、脱力とか SP 回復とかを持ってる誕生日とかもあってさ、その誕生日にしたらね、脱力を何回もかけれるから、かなり最初の方で戦ったなんだっけ、マクベの戦艦とかもあの逃げる前に倒せるとかね、あったよ。そりゃあそこまでやり込んだらね、そうかもしれんがっていう。誕生日までね、設定してさ、誕生日まで設定してさ、そのもう全部のユニットを逃がさないかごとく戦うっていうのはなかなかできるようでできん話だ。ラゲーン、おいおい、第三の組織ネオジオン軍によって連邦軍ヨーロッパ支部は沈黙した。さらにたった駅のモビル数値によって壊滅した基地や部隊もあるという。部隊や基地もある。ガンダムに似た機体、ウィング勢のような気がするね、その一体って。内心すごく今一番使いたいのはやっぱりだな、ジャイアントロボだな。内心すごく使いたい欲が。これあれじゃね、 V ガンじゃね、 V ガンのねクロノクルじゃね。ファラチューさん、あの工場に高熱反応があります。ほう、ウイックの難民かもしれませんが、連邦軍の生き残りが工場内にいるとも考えられます。よし、クロノクチュイ、あの工場を調査せよ。くしゃくダメじゃ、こっちに向かってきよる。やつらめ、この工場の正体に気づいたか。ここのビームローターの音、私たちにウイックを焼いた、私たちの町ウイックを巻いたウフの顔。ガキ。フ
フィギュア、フィギュア、シャクティ、カルルを流すな。子供たちがいっぱいいる、工場の中に。マーベットさん、V ガンダムって見てないんだよな。ちょびっと見た。ちょびっと見たけど、ちゃんと見てないんだよな。ガンダムオタクを辞任してるつもりなのに、ちょいちょい、ちょいちょいポイントとなるガンダムを見てなかったです。ほんと好き嫌いというか、もう襟好みしてるっちゅう部分があるな。よくね。どんなガンダムでも襟好みせず見るべき。偵察したいけどな。まあ、とりあえずひらめきでしょう。とりあえずひらめきしとけば、うんとかなるんじゃないの？どこにいる？いた。ひらめきしてここに乗っけとく。これが一番いい作戦だと思う。な回避不能かい。見る、回避不能見たかったな。てんてん。うん。HP1200 しかないんだ。知らんかったか今。これはガードもできん状況だな。見える。ニュータイプか。あれ、マーベットさんってニュータイプだっけ。やっぱりマーベットさんだけじゃダメ、無理だ。ビクトリーのコアファイターもう一機あるんでしょ。僕も出撃します。ウソ君、すまんが頼める。頼むな。この年寄りは自分の身かわいさのためにこんな小さな子供、オーティスコアファイターの射出、こいつら聞く耳持ってね。これだから大人たち、自分たちの保身のためにウソを犠牲にするのは果たして、女子供を戦場に駆り立てるのはこのジジイたちは果たして正義なんだろうか。文句をイチャモンつけとるな。いやうわ、何なの？あれは工場にいたパーツか。いや、そのさ、一度も乗ったことないウストに乗させるぐらいだったら、じいさんどもが乗ったらいいんじゃねっていう、そういうふうな至極真っ当な意見は通らんの。この世界で。ハンカーが今ので、ブーツはどこなんです？ほほう、合体だな。このめんどくさい気候をするくらいだったらさ、めんどくさい変身機構をするくらいだったら、あれじゃない？はじめからさ、合体した状態で出せばいいんじゃない？待機しかできんの？まあ、こいつもひらめきできるな。まあ、ひらめきでしょう。当たるならやるけどな。76%。まあ、ここにいよう。フェーズ終了です。もう、なんでマーベットさん狙うの？しかも反撃不能。なんだこのコアファイター、V って機体は。てーんてーん。パイロット、死ねよ。いい夜。長えな、おい。しかも外れるし。だら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 。歌がわからん。だらはははは。昨日までのふんふんふん。ブーツを射出する。軸合わせ。まだおるよ。ほら、そこにカフロノクルいるよ、まだそこに。いくらでも撃墜できると思うけど。いると思うよ。V ガンになっちまった。成功だよ。白いやつだと。連邦の白いやつ。まさかガンダムか。ちょっと、なんでそこに入るの？なんでそこに入るの？入っちゃいかんでしょ。はい。終わりのない。ディフェンスでもいいよ。
よほうんー、見てね、触れるから。ああ。Stand up to the victory。 歌詞がうろ覚え、歌詞がうろ覚え。すげえ今遠かったな。ビクトリー、無駄死にを。かっけえな、かっけえな。空に足つけてるけど、こやつ強え。スタンドアップ、ビクトリー。歌詞、センサーの調子が、もう降りるの早っ。黒目、ゲリラを制圧できんとは。かっき、あの工場を占拠する。新型のガンダムは撃墜して構わんぞ。まあまあ、ゲ、リクビーだ。ゲ、リクビーってことはねえよな。ボトムアタック。攻撃力3000。射撃。まあまあ。黒男の行きたいだな。いやー、リクビーってことはねえよ。マーベットさんはボーンガールからなんか使っていきたいな。手加減かけて。激しい雨が心を震わせる、だって。ホワイトベースに似ている。なんであのホワイトベースのこと知ってるの、ウスト君は。何年前でしょ。それがなぜ地球に。岡長官の言った通り、ジオンやティターンズではない。組織のミオビジュ周知らしいに。ポリス、敵モビルスのデータ収集から。全然時代が違うと思うんだが、対応できんのかね。レベル順として、10期、8期、2期、2期、10期、8期、2期。コアブースター回復要因として目指す。いや、アフロダイエ、アフロダイエ、ガンダマグ2、こんなところかなっと。ちと遠いな。まあなんだ、このガンダムたちで、このガンダムたちで押さえつけよう。え、ビームライフルが当たる？撃ってみるか。でってん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 。ガンダムの BGM。あれ、こっちか。見ると普通だな。上の角度から見るとめっちゃ赤が広く見える。やる。でもまだ邪魔なんだよ。ちょっと空を浮いてるのが適当だよな。アルファのこのスパロバアルファ、フォードリームキャストのアルファはさ、空に浮いてるのが、どうして空に浮いてるのかよくわかんねえみたいな浮き方してる。そりゃいまいちだよって気がするかな。正直この辺の連中なんて、多いな。まあ基地で迎え撃ちたいとこだけどな。もうちょっとずつ向こうに寄せていって、全体もうちょっと左の方に。うふ今度はこっちかい。ピピニーデンか。ファラチュース、ガサレリア地区の掃討は終了しました。クロノクルギーが主磁着した。代わって部隊の指揮を取り、私はこれで警団情報収集、両方とも情報収集勝利だね。勝利だね。頼む。よし、俺のガトリングの、
俺のガトリングのあれになれ。サビと黄色。あれ ?BGM があれじゃないじゃん。なんとかの空じゃないじゃん。アレックスの BGM じゃないじゃん。ガンダムの BGM。強い、硬い。強くて硬い。硬くて硬い。うかつな。BGM はあのパイロットに合わせてほしいんだな。期待にじゃない。いやーもう気持ちよくクリティカルが出てくるよね。クリティカルマシーンだね。おっ、ん？ペンか、ペンが落ちたか。超電磁スパークか。スパークはまだ早いだろう。ヨーヨーでしょ。ペンが落ちたはずだけど、ここにペンが出るのかなんだよ。あ、ここだ。コンバトラーワンツースリーフォーファイブ出撃だ。難しい。どれぐらい食らうって。あ、ちょいちょい食らってるな。今度はこっちから行くぜ。浮遊感が。せめて後ろにスラスターつけてくれ。ブースターかスラスターか名前は回るとしても、地面の上でしか戦えんよな。あんな移動を見せられた日に移動がふわっとしすぎ。いや、でもまだあんまり聞いてね。もっと聞いてもいいぞ。気合いしとくか、気合い。ビームサーベル、食らうか食らわんか。あー、今見たけど、ちょっとあれかな。コンバトラー V の位置があんまり良くないかも。撃たれるかもしれんな。ただ。そこだ。どれぐらい食らう？うお、強い。さすがアムロ。さすがアムロ。ガンダムに乗ってもこの、あ。ガンダムの限界反応上げとくの忘れてたな。コンバトラーはあくまでも超電磁用での削りに徹していく。テケテテテテーン。こいつでとどめだ。全身真っ黄色でも手の先とか足の先とか黒いとまあまあ様になるっていう、そういうデザインかな。すごいや。ほう。長えんじゃ超電磁ヨーヨーが。思わず飛ばしたくなる遅さをしてる。やっぱね、さっと出る武器を育てるべきかな。さっと出る武器を。超電磁ヨーヨー投げ。スパークの方を育てるべきかもしれん。まずいな。あれ？なんでこんな威力にばらつきが出るんだろうな、ほんと。理由がわからん。でん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 。偵察誰だ。偵察持ってるやつ、こいつの射程を
リカール。めっちゃ。七八。八。一二三四四五六七八八。これぐらいまで下がらないといけんのか、ここら辺まで。ちょっと下がれんな。下がってもええけどな。ここら辺まで下がる。ここら辺まで下がる。下がってもいいけど。下がるか。まだ抵抗するのなら。うん。本当に力がばらつきがあるね。2000ぐらいじゃった気がするんだけど、トークらしいトークになってないな。これ本当にダラーっと喋るよ。ダラーっと喋るよ。エマ注意だから、エマ注意だから、うまくやれば努力で倒せる。いやー、しかし春はなんだか眠たいね。眠たいというか、ダミーを貪ってしまう。幸せなことだ。まあせせこましくせこせことしてる人もいると思う。それもまた別に、そういう人から見るとね、動きやって思うかもしれんけどね。まあ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 、なんか何も、全てが許される自由を手に入れたら多分俺は何もしないタイプだな。そういう感じなんでよろしく。いろんなタイプの人がいると思う。それは多様性という言葉で一概にまとめていいのかどうか知らんけどね。何をしてもいいって言われるときに、とりあえず遊ぶとか、人に話しかける、電話するとかさ、あとはもうなんか穴を掘るとか、走り回るとか、ボールを投げるとか、いろいろあるかもしれんけど、何もしなくていい、何でも自由にしていいよって言ったら、俺何もしないよ。そういうタイプの人間です。まあ、なんかしようって時期もあるけどな。時期もある。時期による。徐々に拍車をかけないと何もできないタイプ。ここまで下がるか。下がりすぎな感があるな。アフロ台を下げよう。アフロ台、イントネーションがちょっとおかしいな。アフロ台、あれ、これ100式か。メタスだと思ってた。ここまで下げないと撃たれてしまう。落とせる、落とせるな。13レベル、クリス。どうしよっかな。クリス育てるかな。育てないけどな。まあいっか、クリス13レベルだし。この辺なんかやっぱ努力持ってやってなかなかあれだな、恵まれてるよな。戦闘 BGM と主題歌は別のものだよな。ゼータガンダムはずっとこの戦闘 BGM みたいな BGM がかかってる。アニメじゃないじゃない。アニメじゃないわ。あれはあれはゼータじゃねえや。ダブルゼータだ。てんててん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 てて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 てみたいな。わかんねえよそれじゃ。あれ、サイレンボイスだ。え、違う、サイレンボイスも、あれ、それもダブルゼータじゃないか。ゼータの主題歌出てこねえ。アニメじゃないもん、サイレンボイスもダブルゼータな気がするな。ゼータの主題歌ってなんだ。
ゼータの主題歌。てんてて、てて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 。てて違う、それ違うわ、エルガイムや。てて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 。てて。てててて、人が見てる、ちゃんちゃんじゃ。夢のようさ、てんてん。てれれ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 って。それ、エルガイムやないかーい。まあ売っとくか、とりあえず売っとくか、死にはするまい。その甘い、その慢心こそが怖いけど。ゼータのテーマどんなっけ。ゼータ、ゼータ、ゼータのテーマが思い出せんな。ゼータのオープニング曲ね。当たらんよ。ゼータガンダムオープニング検索したらなんか引っかかってくる。時を超えて、うん、いやびっくりさせてしもた。裏から回り込もろ。裏かま。ちょっと待って、ゼータの BGM、ゼータの BGM、これ。てて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 か。今はフリー、ふふふふ、分からん。長えな。音がぐちゃぐちゃしてる。まだだ、まだいける。ああ、 YouTube 特有のなんかちょっとひねってやる感じのやつか。さてやろ、ちょっとひねってるやつ感じ。入れたい、ここに入れたい。無理だ、無理だ、無理。小さい動画を個性だ。無理だよ、見えねえ後ろが。ここに入れたい。和訳そじゃ、動画として。あれこいつ、あれこいつ、1234567 8だよ。音が、大将首を取りに行くか。ちょっと怖いな。ひらめき、わらはんふんってやつだ。そう、ゼータそれだった。そら出てこねえわ、すぐに。これ以上やらせたのか。甘い攻撃だ。鬼、そこ、ただ走り抜けた昨日までのマイドリーム、信じているのさ、終わりのないディフェンスでもいい。どうしようこいつ、行かせよ。
Stand up to the victory。 死なね、これ集中しといた方がいいわ。集中ある？ない。 Stand up to the victory。 いつものかけがえない日々の優しい笑顔を抱いて、でんてでんて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 ん。これも歌ないんか。歌はないんか。ここで逃げるわけにはいかないから。ここで逃げるわけにはいかないから。あの本に書いてあった攻略法ではこのチャクラムシューターを育てろと書いてあったな。チャクラムシューターを使っていけと書いてあった。これがなんかいずれはなんか別の武器になって、別の乗り換えをした時に別の武器になる。ファングスラッシャーみたいな、そんな名前の武器になる。リングスマッシャー、なんたらスマッシャーになるから、ね、多分当たったら致命傷。バンバン撃っていくか。当たんないな。空での当たりを考えたらこっちか。 79% 集中があるね。ディーニーニーディーディーディー。データのテーマじゃないな。なんでじゃ、なんでじゃクリス、一発で倒してしまうなどと。そういうつもりではないところで活躍してるな。気合い、気合い。超電磁スパーク集中かな、集中かな、集中、集中持っとるやつがおらん。一中超電磁スパーク、多分一撃。ブイブイブイ、ビクトリー。くたばれ、くたばれだと。かっこいい。強っ、ベラボーに強いな。ほわん、倒しちまってもいいんだが、実はねここで少し種明かしをするけどね、一度このマップはやっている。それも逃げられている、右上のやつに。なんかね敵の数を減らしすぎると逃げるみたいな感じだったような気がする。最後2体目の2体3体残して、その右上のやつと3体残して、いや一人きりにしたら逃げたんかな。グフ。だからまあ先に倒していこうと思う。ちょ強っ。嘘、敵が来るぞ。これしかないか、武器が。
これしか、これしか。当たってしまったか。弱っ。なんで。ね、何狙い？これたち何狙い？これ倒しに行かなくちゃいけないの？加速。よって先にこいつを倒すのを優先したいと思ったんだけど、遠いな。打ってみるけど、頂点にスピンをね、打ってみるけど、必球、必球、必球、必中、これってまあ、どれぐらいいくかだな。で、これ当てた暁にはゲッターの方のゲッタービームでも、2発で沈むでしょう。超電スピンとゲッタービームの2発で。いかに戦艦とはいえ。目が回るやつ。ちょっと水を持ってこよう。一回録画失敗したというかね、録画成功したんだけど、ちゃんと撮ったんだけど、エンコードする前に動画サイズがでかすぎて、動画サイズがでかすぎて消しちゃったんだよね。つまり50ギガぐらいあるわけだ。1スパロボの動画の大きさはね、その大きさにちょっと邪魔っきくなってね、アンインストじゃない、大きいからちょっと消そうかなと思って、消しちゃったらもうこれ上げてるやつでしょと思って消しちゃったのね。そしたらそれが別に上げてるやつじゃなく、というまあだけなんだけどね、というだけのミスなんだけど、ビクトリーだもんだから、このマップ取り直しなわけです。ある程度流れは知ってるっていうか、最初にプレイした時にはマーベットさんが死んで、いきなり死んで、ピピニーデンの、じゃあクロノクルか、落ちた、ピピニーデンがクロノクルの一撃を受け止めきれずに一発で死ぬ、防御しても死んだ。それを踏まえての動画だったんだけど、つまりマーベットさん死んだという流れで撮った動画だったんだけど、まあこの平行世界では成立してるということで、それが起こらなかった未来ということでね。ロケットパンチ、あれで見るか、ロケットパンチ、ど根性しかないマジンガーでロケットパンチはあれでいく、当たるわけないだろう。あ、63番当たる、打ってみるか。4000ぐらいまで削っとかんとゲッタービームの攻撃力が、でこれを落とせると勇気、確証を持てないな。こいつでとどめだ。マジンガー。なぜかマジンガーをサムネにしている動画の再生数がまあまあ伸びていると。まあまあ伸びる。他のこのスパロボスタイプの動画の中ではね。中ではね。わからん。まあ、なんもねえわいな。なんもねえわい。メッツ、落とせ。そんな攻撃が通用すると思ってんのか、聞いてた、ちゃんと聞いてるわ。そんな攻撃が通用すると思ってんのかっていうかと思ったんだよ。てれねね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 ね
いやー、あ、遠いね、遠いね。ガトリングガンならいけそうだけど、まあ、もしもこのゲッターの一撃倒せんかった時はガトリングガンを使っていくということにするかいね。気合を2回かけて、また出すんだ。ブレストファイヤー、マジンゴー、気合気合、熱血内から努力。あ、幸運がある、マジで。じゃあ幸運あり、幸運ありのもとやっていくよ。 66% 倒したいな。そしたらつい下からやっちゃう、必中。じゃあもうちょっと減らしたいな。減らしたいけどな。え、う、あ、こっちか。なんとか当てたい、なんとか当てたい。当てられる可能性があるのはカミユだけ。海の中入ったカミユだけ。まあ、これで1000ぐらい削れたらいいな。そもそもマジンガがロケットパンチ当ててくれたら話が早かったのに。まだ抵抗するのなら、まだ抵抗するのなら。1000ぐらい頼む。うお、いいダメージ。え、ああ水の中いるから。じゃあもうあれじゃん、ずっとアレックスのターンじゃん。ずっとアレックスのターンじゃん。こいつの武器水の中ダメなの。水ダメだった。ずっとアレックスのターンじゃん。倒したゲッタービーム、これはもらいましたわ。3000は食らうでしょう、3000は食らうでしょう。ゲッター違うな、ほら、あの超電磁スピンでさ7000ぐらい食らしたんだから、3000のゲッタービームだって4、5000はいってもおかしくない。こういうか3000のゲッタービームでも頼むぞ。うお、そんなに余裕はなかったな。ちょうどいい感じ。おほおほおほお、いいねいいね。あだ、こいつどうやって落とすかだな。どうしよっかな。テレレレレ削る、そして歯がまで落とす。そこか、よし、いいですね、いいですね。邪魔なんだよ。華麗にもこれを回避、素晴らしい。当たらんよ、当たらんよ。さあどうする、さあどうする。メインメガリウシコで当てていく。 63% 当たりゃ死ぬな。ガンダムマーク2に誰が乗ってんだっけ。メガリウシを撃て。ガンダムマーク2に誰が乗ってんだっけ。うわい、避けられた。
クリスが百式に乗ってて、あ、エマか、エマ注意か。倒しきると思うな。集中。ずっとゼータガンダムのテーマのターン。地上でもヘルメットつけてるけど意味あんのかな。まずいな、まずいな。ヘルメット意味あんのかな。死ね。ヘルメットって宇宙空間だからこそ意味がある気がするけど、地上だ、地上っつうか地球だったらね、別に空気薄くないし、空気薄くないしって、たとえあのね撃ち落とされたとしてもコクピットから脱出するときにヘルメットが取れててもね逃げるような気がするけどね。宇宙だ、まあそれ言ってもしょうがないわ。全然言ってもしょうがないわ。だって今宇宙で宇宙でも戦った時の絵もね、そこであのいちいち差し替える別の差分を作ったってもしょうがないわな。ずっと全員ヘルメットかぶってることにした方が楽だ。ウラキとかもあの W83 で地上にいる時には なんかヘルメットとかつけなかったような気がするが、ガーってだけが、ガチャクラムシューター、当たれば死ぬか、いや死にはしない、グラビティなんてのがあるから死にはしない。僕だってやるときはやるんだ、僕だってやるときはやるんだ、チャクラムシューター発射。もうね1時間近くなってくると、どの体勢でゲームとパソコン画面と向き合えばいいのかわからなってくるからね。今椅子に一旦机から降りて椅子に対して肘をかけている。落ちろ。けどこれも多分あと1分ぐらいでもう持たなくなるな。敵の動きが見える。だからこのマップもう2回目だからさ、マンネリというかデジャブというか、次のマップがやりたいよ、やりたいよ、やりたい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 。狙われるかな。ひらめきを使っておいて逃げる、逃げるの一手。幸運使うつもりだったけどもう使えない。逃げるのいい、どうすればいいんだろう。防御かな。食らってるダメージは2000。防御しても防御しきれんかな。回避の方がいいかな。あ、防御かな。防御しよう。当たらなければいい。当たったところで、まあおそらく分離して別の形態になる気がする。コアファイター形態で、うう、当たるぐらい。頼む。ここで死んだらもう嘘も脱落だぞ。あ、よかった。よかったと言えるのか。修理費取られるのかな。ある意味3回死んでいいっていうのはずるいな。その程度の攻撃かわしてみせる。
うまいぞ、美味しそう。のない優しい笑顔抱いてだ。どもの頃の小さい思い出、時が壊してゆく。うろ覚えっていうかしっかり覚えてない。防御反撃サブメガ20連勝ミシャルランチャー。 BGM ゼータの BGM だけどアーガマだから。でもブライトはあれでしょう、ファーストの人でしょう。マイクは地形、マイクは地形じゃん。この大きさ感がいいよね。全然小さいけど戦艦、その 3D だから出せる大きさ感が面白い。もっと小さくしてほしいけどな本当に。戦艦は基本的に当たらんな。戦艦のサイズとモビルスーツのサイズをもうちょっとね、ユニットごとに細かく設定してほしい感はある。遠いな。加速でもあれば距離を詰められるのだが、コンバトラー V も3マス移動できれば、あとプラス3マス。ダメか、補給しよう。これでレベルアップ待ったなし。一番やりたいのはあそこのピピニーデンを落とすことだけど、ピピニーデンまで遠いな。 BGM がもうちょっとかっこいいのにしてくれアレックス。音だけで選んじまうなこれ。アレックスいまいちって。強い。バカな。ほんとこれ終わったら寝よう。すぐさっと寝よう。さっと寝よう。メガバズーカなんじゃん。あ、当たる。撃っとくか。戦艦含めて撃っとくか。前に出るから。ほほう。あ。まずいな、倒しちゃうな、これじゃ。逃げられるかもしれん。逃げられる恐れがある。ここまで攻めといて、たまんな。そうしたいわけじゃなかったんだけど、中に基地の中に入りたかったんだけど、集中だったっけ。13%、 77% フラッシュしたところでせいぜい1000いくかいかないかぐらい。じゃあヒュッケ前に倒せない。次のターンか。
いけるか。いけるか。効くねー、効くねー。あれ間違えた、こっちか、こっちか。30分、もう活動限界だな、そろそろ活動限界だな。1500ぐらい、1700、あと5464 5461。敵の動きが見える。ここまで右を脱出。攻めるね、攻めるね。ビームサーベル見てみるか。コアファイターのビームサーベル、ウッソってどっちタイプなんだろうね。接近なのか、接近タイプなのか、遠距離射撃タイプなのか。受けた昨日のまでの、違う、激しい雨が受けるか。ビームサーベル、おかしいでしょ。両手に持ったら最強じゃん。両側に持ったら、両側に持って切りもみ走行すれば、切りもみ飛行すれば。スタンダップザビクトリー、両側に何もなくても構わないから、かけがえのない、違う、いくつもの朝を迎えだ、いつかきっとだ。 A サビ、ちょっとね、なんか描写が本物っぽくできるよねって気がするけどね。雲の感じとか。しまった、倒した。もしかしたらピピニで逃げるかも。まだ逃げないね。超電磁スピンのサビにしてくれるわ。これでもう幸運もあったらもう言うことなしなんだがね。いや、時間かけたね。また今回の動画も。次がやりたいんだよ、次が。一回やったらやりたいわけじゃない。次のやつが、次のステージがやりたい、早く。だからもう今日はもう無理だな。やっぱ一日一本限界っつうか。取れ高とか気にしなくていいから楽だけどさ、スパロボ。取れ高っていうか、その、なんか、何時間やっても進展しないとか、そんなことないから楽だけど。時間が、一回にかける時間がすんごい長い。それがちょっと難点だな、やっぱり。
コミパやろっかな。コミパなんとなく、お、いいんじゃないの。めっちゃまったりやってるもん。見るか、もうほんと眠気、眠気と戦いながら見ることに。てか見るかこれっていう。わあ、コメントがしろ。断末魔のあれがすっ飛ばしちゃった。最後の一匹、最後の一匹、どうしようかな、誰がいいかな。こいつは回復だよな。コンバトラ V ダメージ追ってたっけ。あ、追ってるわ。コンバトラ V をあれしよう、コンバトラ V をあれしよう、修理てってねねね、補給しよう。エゴ丸出しの補給しなくていい。補給誰がいいかな。戦艦だな。 68% こっちか。レベルちょこちょこ上げていかんと。ブライトも当たんなくなっちゃうこのままじゃ。せっかく威力が高威力なのにね。メガレシュ自体がちょっとこの地球環境に適応してないけど、まあ宇宙に上がれば一線級になるでしょう。よしよし、なんか全改造するとボーナスが入ったりだとか入らなかったりだとか、そんなのもあるらしい。スパラバアルファにはちょっと奥が深いね。ちょっとね。さあ、案外、ほんと危なげなかったな。オイニュング伯爵。反地球連邦運動のスペースノイズが集まってできた組織だ。あ、そうなの？そうなの？ガンダムが反地球連邦側にかガンダムを作るって不思議な感じがするけどね。ガンダムといえば連邦の象徴でしょうよ。ファーストガンダムとか特にな。量産機、量産型のガンダム。ではジムのアップグレード版。全く何言うのかわからんもんな。何を言ってんだか。軍では聞いたことない話ですね。ガンダムデスサイズは関係ない。何今のところって中央ヨーロッパだったのね。香港、ジュピトリアン、木星人、風の民。連邦軍と木星開発事業団の木星エネルギー船団、木星帰りとも呼ばれる人々のことですか。そうだ、一年戦争後彼らは自分たちのことをジュピトリアン、木星人と呼ぶようになった。木星人、まるで地球人と別の、ひょっとして体もタコのごたるなっとるとじゃなかと。それは火星人だろ。もうわざわざ声もないしないよ。殴ったねっていう感じだから。そうだな、人がコロニーや月に全然違うわ。なんかもう水の中で喋ってるようになっちゃってんじゃん。今でもスペースの用途を遊ぶという区分があったが、さらに私が概念が生まれたのか。そう言われたらエロゲーでもいいな。エロゲーみたいな異星人と同じなんだかんだら。確かに私がアクシスにいた時もジュピトリアンとの接触は幾度かあったようだが、あくまでも彼らとの関係はヘリウム3のドリフだけで。ヘリウム3ってなんだっけ。なんか出てきたぞ、ヘリウム3。もしかするとシザンズのジャブロス奴を思案したのジュピトリアンである可能性が高い。彼らも長えな話が。カテジナ・ルースと申します。
避難民、それで余計は確かに。あの町はジオンに爆撃されてよかったんです。ローンビラ財団特別区の特権しがらみについてしがすがっていた人は皆堕落してしまいましたから。君いい夜空ね、空ね、民間人を下ろすということは V は V ガンダムは下ろすのかな。ビクトリーだけか。ビクトリー2号機が月にあるらしい。活動資金どんだけ連邦は腐っとんじゃ。ウッソのお父さんやお母さんも反地球連邦の活動に参加するっていつぐらいの話なんだ。いつぐらいから連邦腐っとんじゃ。でも連邦軍にはウラキがいるぞ。ウラキが、ウラキはどうやって裏切り者になるんだ。カテジナさんが。でも僕は戦う方がいいぞ。不幸になるかもしれない。そうじゃないかもしれない。さあ、なんかは後で確認します。セーブデータが途切れ途切れじゃな。よし、ちゅうことでほなここら辺までにします。ちょっと早かったな。早くねえよ。1時間12分は全然早くねえよ。1時間12分は全然早くねえけど、短くないけども、まあこんなもんですね。こんなとこですね。 V ガンダム合流会でした。ほなまた。